ライフ・イズ・ストレンジはフランスのゲームスタジオをダンテノが開発し、スクウェアエニックスよりグローバル版が2015年に日本版が2016年3月以降に発売されたコンピュータゲーム。アメリカオレゴン州の架空の田舎街、アルカディアベイを舞台に時間を巻き戻せる能力が発現した女子学生マックスの青春を描く。時間を巻き戻して過去をやり直すことで その時はより良い未来になったように思えても、長期的には良き不可能な大変化が生じる場合もある、というカオス理論の一つ、バタフライ効果をテーマとしている。グローバル版は2015年1月から数ヶ月に1、エピソードずつ、前後エピソードが配信され、同年10月に完結した。その後、パッケージ版もリリースされた。日本版のリリース状況は以下の通り、 ポイントクリックの3、認証視点アドベンチャーゲームで、プレイヤーキャラクターを操作して様々なオブジェクトを、調べたり人物と話をするなどして、情報を集め、ゲームを進行させていく。本作にゲームオーバーの概念はなく、たとえ悪い選択を取り続けたとしてもストーリーは、その選択に沿って展開が変化し、最後まで進行する、マルチエンディング方式。特徴的なのは、 物語途中で突如マックスに発言する時間巻き戻し能力で以下二つの能力を行使することができる。これらの能力を多用した際にはマックスが鼻血を出したり気分を悪くするなどしており、マックスの体に負担がかかる点が示唆されている。本作は世界で300万本超の販売を記録し、アメリカ、欧州を中心に多くのゲームアワードを受賞した。 ゲームワッチの中村誠二が執筆した記事によると、ユーザーから多数のストーリーを絶賛する手紙が、開発元のダンテのエンターテイメントに寄せられたといい、ストーリーテリングについてここ数年で稀に見るほどの強いインパクトを残すことに成功したアドベンチャーゲームと評価している。電撃プレイステーションでは、レビュアーの秋が90点、何でもゆ子が90点、白、挑むが95点、 本、号が95点をつけ高く評価している。ファミ通1 4 2 1号のクロスレビューではランブ、吉田が9点、ブンブン丸が8点、ジゴロ・アシダが8点、串田・ナムコが9点をつけ、40点満点中34点でゴールド殿堂入りとなった。声の表記は、日本語吹き替え版の担当声優、英語版担当声優。前後エピソードからなり、基本的には、 ゲーム内時間の1日が各1エピソードに相当する2013年10月7日からの5日間の物語である。表記は Life is Strange Limited Edition 同梱のサウンドトラック CD 収録順前作品とも同様の基本ゲームシステムを持つフルボイスのグラフィックアドベンチャーゲームとなっており、グローバル版と日本語版がリリースされている。販売元もすべてスクウェアエニックス。 ゲーム版、Life is Strange の1年後を描く、アメリカンコミックス版、Life is Strange が2018年11月14日以降に発売。出版は、タイタンコミックス。2020年11月現在で、期間14巻き、日本語版は、未発売。この他、ディミドリ・ジョンソンとダンジェ・ボンズの両名が制作と、プロデュースを担当し、実写化の計画がある。 ありがとうございます。